ハロー YouTube、 サーゴンが取り上げていきたい電気自動車ニュースになりますが、現在ですね、中国国内で開催中のベイジンオートショーにおいてですね、様々な最新 EV、 そしてですね、 EV の最新テクノロジーが発表されていると、特に今回はですね、Zeekr Mix、 そしてですね、 Galaxy L9 コンセプトを発表している Geely グループの、まあ、最新動向並びにですね、中国 CATL が発表してきた航続距離1000キロオーバー、充電時間、超急速充電を可能としたですね、最新 LFP バッテリー、この点についてはですね、特に解説していきたいと思います。まずですね、今回取り上げていきたいのがですね、現在、中国国内で開催されているベイジンオートショーの最新動向になります。この中国最大のオートショーについては上海と北京において各年で開催されていると。昨年は上海オートショーとして開催されました。その際に日本のメディアはしきりに上海ショックと題して、その中国の最新 EV の性能の高さに驚きを隠せなかった様子であるものの、今回のベイジンオートショーに関しても極めて注目すべき最新 EV 及び EV 関連の最新テクノロジーが続々公開されている状況です。すでに日産、マツダ、ホンダ、そしてトヨタの新型 EV だったり、中国 BYD の最新 EV や EV テクノロジー、および第三勢力であるスマホメーカーの Xiaomi や Huawei の最新発表内容に関しては解説済みでありました。そして今回は既存メーカーとして EV 市場で大きな存在感を示す Geely グループが発表した最新 EV たち、および世界最大のバッテリーメーカーである CATL の発表してきた最新 LFP バッテリーである Shenxi Plus バッテリーについてを取り上げていきたいと思います。まずはじめに Geely グループの最新動向についてですけれども、そもそも Geely グループに関してはボルボやロータス、スマート、プロトンなどを傘下に収める中国の民間自動車メーカーです。特に EV シフトを進めるために EV 専用プラットフォームである SEA を導入し、グループを横断して活用することによるスケールメリットを確立しています。例えば現在日本国内でも発売中のボルボ EX30 については Geely のプレミアム EV 専門ブランドである Zeekr のコンパクト SUV である Zeekr X 及びスマートのコンパクト SUV であるスマート1との兄弟車だったり、ボルボのミニバン EV である EM90 については Zeekr 009との兄弟車となっているなどですね、まあ、いずれにしても中国国内の EV 市場において存在感を示している状況なわけです。そしてまずベイジンオートショー内でも注目されているのが Zeekr の新型 EV である Zeekr Mix の存在です。そもそもこの Zeekr についてはすでにステーションワゴンである Zeekr 001、大型ミニバンである Zeekr 009、コンパクト SUV である ZeekrX、 ミッドサイズセダンである Zeekr 007という4車種をラインナップしていることから、 Zeekr Mix というのは5車種目の EV ということになります。しかもミニバンとしては Zeekr 2車種目の EV ということにもなるわけですね。他方で Zeekr Mix に関しては全長 4688mm、 全幅 1995mm、 全高 1755mm、 ホイールベースが 3008mm という5人乗りのミッドサイズ級のミニバン EV です。特に若いファミリー層に向けてデザインを最適化してきています。まず特徴的なのが全長に占めるホイールベースの比率が 64% と、量産車でも最高レベルの利用比率であります。よって車内の空間利用率も 80% オーバーと、とにかく車内空間の最大化を実現しているわけです。そして運転席と助手席を最大270度回転させることが可能であり、特に後席と対面させることが可能となるわけですね。車を運転させていない時には家族で向かい合って食事やゲームを楽しめるようになるわけです。さらに車内に電源を取れるコンセントも採用される見込みであり、車内で家族向き合って料理を楽しむなんてことすら可能となるのかもしれません。そしてこの Zeekr Mix について注目すべきは何といっても、この前席と後席のドア両方ともにスライド式ドアを採用してきているという観点です。これによって B ピラーを完全に撤廃することが可能となったわけで、その両ドアを完全に開放した際、その出入り可能な空間のサイズが 1.5 メーターと広大な出入りのスペースを実現しています。さらにフロアの高さについても390ミリと非常に低いことによって、お年寄りや子供でも乗り降りしやすい設計すら実現できているわけです。他方でその B ピラーレスという設計で懸念すべきは、そのサイドからの衝突に対する安全性という観点です。 Zeekr に関してはそのデュアルスライドドアに対して直径70ミリもの超高張力孔をそれぞれ内蔵していることで、ドアを閉めて走行している際にはデュアル B ピラーという設計になります。むしろ伝統的な B ピラーよりも衝突安全性が増しているとすら主張しているわけです。いずれにしてもこの B ピラーレスのデュアルスライドドアという新たな設計が安全性と実用性という側面でどれほど高いレベルで両立を果たすことができているのかについては、実際の衝突安全性能のテスト結果などにもですね、これ大きく期待していきたいポイントかと思います。
またこの2024年後半に正式発売がスタート、予定されているゼイカーミックスに採用されているのが SEA プラットフォームの中でもミニ版や配送版に特化した SEAM と名付けられた専用プラットフォームの存在です。このゼイカーミックスのようなデュアルスライドドアシステムを採用する EV が G リーグループ全体からさらにラインナップされていくことにも期待可能であり、特にゼイカーに関してはレベル4自動運転を実現する商用版を開発展開すると、以前からアナウンスしていたことから、おそらく今回のゼイカーミックスをベースとしてそのレベル4自動運転のテクノロジーを内蔵した商用版も発表してくるものと推測可能です。その最新動向にも期待することができそうです。次に GD の EV 専門シリーズであるギャラクシーについても紹介していきたいと思います。特に今回初めて展示されたのがギャラクシーのフラグシップ SUV となる L9 のコンセプトモデルとなるであろう存在です。そもそも既にギャラクシーシリーズについてはミッドサイズ SUV セグメントの PHEV である L7、 ミッドサイズセダンセグメントの PHEV である L6 およびミッドサイズセダンセグメントのバッテリー EV である E8 を発売中であり、今回発表されている L9 のコンセプトとともに2025年までにさらに4車種の新型 EV を投入する方針も表明済みでした。そしてこのフラグシップとなる大型 SUV の L9 に対しては G リーグループの最新 PHEV システムを導入する方針です。その熱効率は驚異の 46% を実現しながら、電気とガソリンの両方によってその航続距離は2000キロオーバーを実現するとも主張されています。またより高効率のパワートレインとして11-in-1という統合パワートレインを開発したと。例えば現在日本メーカーなどが採用を進めている 3-in-1 方式の e アクセルであったり BYD の 8-in-1 方式などが存在するものの、よりシステムを統合することによってさらなる省スペース高効率を実現してきた格好です。その上フラグシップとして見劣りしない音響システムを開発したと。 7.1.6 システムを採用しながら、そのスピーカーの数も27、最大出力も 2000W 以上というですね、まさにギャラクシーブランドのフラグシップとなる音響性能を実現してきています。いずれにしてもこのコンセプトモデルのプロダクションバージョンとなる L9 については2025年中の発売スタートを予定していることから、すでにティザー画像を公開している電動 SUV である E5 の最新動向などですね、このギャラクシーシリーズの新型 EV 動向については定期的に情報アップデートしていきたいと思います。そして最後に取り上げていきたいのが世界最大のバッテリーサプライヤーである中国 CATL の存在です。この CATL についてはベイジンオートショーにおいて新型バッテリーであるシェンシープラスバッテリーを初公開してきたわけです。実は CATL についてはすでにシェンシーバッテリーを開発済みであり、実際に Zeekr001、Xiaomi SU7、Exceed Stella ET などに対して搭載済みです。特に 800V システムを搭載している Zeekr001 および Exceed Stella ET に関しては充電材料 10% から 80% まで充電するのに驚愕の 11.5 分というですね、まさに化け物級の充電スピードを実現できています。いずれにしてもシェンシーバッテリーについては超急速充電を可能にした LFP バッテリーとしてその採用が進んでいる最新バッテリーであったわけです。よってシェンシープラスバッテリーに関してはすでに商品化しているシェンシーバッテリーの進化系ということになるわけです。特に注目すべきスペックというのが、これまでの強みだった超急速充電性能はそのままに、さらにエネルギー密度を高めることによって航続距離1000キロ以上を実現するという EV 性能の飛躍的な改善をアピールしてきているという点です。中でもそのエネルギー密度に関してはバッテリーパックレベルで衝撃の 205Wパーキログラム というですね、すでにこのチャンネルにおいてバッテリー性能の最新動向をウォッチできている方であれば、そのエネルギー密度の高さを容易にイメージすることができるはずです。何よりもエネルギー密度を稼ぎにくい LFP であることを考慮に入れれば、まさにブレイクスルー的なバッテリーであるとも言えそうです。具体的には負極材に対して独自開発した3次元ハニカム素材を採用することによってエネルギー密度を高めながら重放電時における体積の膨張収縮をうまく制御可能と主張しています。またスペース利用率を最大化させる統合シェル構造を採用し、バッテリーの搭載方法であるセル2ボディの第3世代も採用することによって体積効率が 7% 向上したと。エネルギー密度 205Wパーキログラム を可能にしていると主張しています。また充電速度に関しては C レートで 4C を実現するとも主張されています。10分間の充電時間で航続距離600キロ分を回復可能と説明しています。他方で現在 Zeekr001 に搭載されている95kWh のシェンシーバッテリーに関してはその最大充電出力が驚愕の546kW に到達、 C レートでは
5.75C に到達しているということもあってですね、果たしてシェンシープラスバッテリーが実際の EV に搭載された際にどれほどの性能を実現してくるのかには大きな期待が集まっています。そして CATL についてはこのような超急速充電性能を最大限発揮するための超急速充電ネットワークの整備を自ら行う方針も表明してきました。具体的にはファーウェイや中国の充電サービスプロバイダーなどと複数協力することで中国全土271の地域に展開します。そしてですね、中国全土を超急速充電を渡り歩くことで移動可能とする方針です。そしてこの CATL の超急速充電ネットワークについては多くの中国メーカーが参画を表明しています。具体的にはネタ、エクスペン、BYD、アルクフォックス、アバター、セレス、JSE、グレートウォール、リオート、GSE、そしてチェリーというですね、まあ、電気商社の販売ですという観点でも BYD を含んでいることもあり最大級の充電ネットワークということになりそうです。いずれにしてもシェンシープラスバッテリーの充電性能をフルに活かすことが可能な充電ネットワークとなることから、おそらくファーウェイがすでに運用している 600kW 級超急速充電がベースとなるのではないかと推測可能です。何にしてもですね、超急速充電性能をフルに発揮可能な超急速充電ネットワークというインフラまでもバッテリーメーカーである CATL が整備を行うことによって、より多くの自動車メーカーに超急速充電を可能とする CATL 製のバッテリーを導入してほしいという狙いがありそうです。はい、いずれにしてもですね、今回ベイジンオートショーにおいて発表された特に中国メーカー勢の最新 EV や EV テクノロジーについて、中でも Zeekr Mix、 Galaxy L9 については GLE グループの最新 EV テクノロジーが搭載されていたり、 CATL については航続距離 1000km 以上と超急速充電を両立させる最新 LFP バッテリーを発表するなど、まさに EV の最新テクノロジーは中国がリードしているという様子をまざまざと見せつけられている状況なわけです。まあ、何せをですね、まあ、今回発表された中国勢のですね、最新 EV やその最新 EV テクノロジーについてですね、果たして我々日本メーカー勢がですね、どのように対抗していくのかと、まあ、日本メーカーから発表されるですね、まあ、特に今全固体電池なんか言われていますが、まあ、ここら辺のですね、最新 EV テクノロジーなんかと比較しながらですね、どちらがですね、この EV 時代における覇権を握っていくのかと、まあ、そちらのですね、最新動向なんかも絡めながらですね、定期的に情報アップデートしていきたいと思います。そんな感じでいってらっしゃい。